皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。今日3月9日の県内の新規感染者数は1464人ということで、少し増えた感じがありますが、1週間の合計は8719人ということで、1週間前の9000人台よりかは 0.94 倍、少し下がっているところです。しかしまだグラフ見て分かりますように、ちょっと横ばいになってきた感じがこの3日間ほどはありますので、まだまだまん延防止の期間でもございますので、対策をよろしくお願いします。春分の日までの間は、周りに人がいらっしゃるときには不織布マスクをですね、しっかり密着着用をお願いしたいということと、近距離でのおしゃべりを避けていただくということと、ご家庭でも会話時にはマスクをつけたりとか換気をお願いします。また3回目ワクチンを接種された方も増えてきていますが、感染防止効果はまだ弱いですので、しっかり対策を緩めないでお願いしたいということと、これから送別会、謝恩会等のシーズンですが、なるべく少人数で短時間で終わっていただきたいということと、各地で新生活の下見に行く場合も短時間の移動滞在でお願いします。